榊、来月の月末予測の金額はこれでいいのか？何か数字おかしかったですか？川崎技研の中算が反映されてないように見える。ああ、それ来月は売り上げ立たないと思います。工場で工程が詰まってるのか？いえ、購買の方で部材納期が2ヶ月先だって言われてて。欠品部品は？あ、すぐ工場の野田係長に連絡して欠品リスト上げてもらえ。それから購買部に川崎で使う超納期品のリスト作らせろ。はい。時間があったら他で使ってる部品の納期もまとめてもらった方がいい。客先で納期設定するときにあると便利だ。無茶な納期を押し付けられずに済む。わかりました。それと購買部の回答を鵜呑みにするな。奴ら多少は納期に下駄を履かせてるはずだ。もう一度納期確認して詰めさせろ。はい。ずいぶんビシバシやられてるね、榊君。誠治君は綺麗な顔して言うことはえげつないからびっくりしちゃダメだよ。人聞きの悪いこと言わないでください。はあ、いや、誠治君も最近ますます張り切って、これで営業部は安泰だ。ええ、そういえば最近はうさばらしをしに公園にも行ってないな。榊と飲んだ後からか。榊。榊の顔を見るとどうしてもあの夜を思い出してしまう。後輩の前であんな集体を晒すなんて、なんたる失態、人生の汚点。結局翌朝目を覚ました時、居酒屋を出てからの記憶は全くないと榊に嘘をついてしまったし、あの時感じた榊の胸の広さや腕の硬さを自分は確かに覚えているのに、もう考えるな。榊にはとっとと仕事を覚えてもらわないと。できれば今年中に営業事務的なことを全部引き継いでしまいたいですね。そうすれば私も外に出やすくなるし、来年からは。あ、あ、え？誠治君、今ちょっといいかな？はい。かけて。はい。誠治君はもちろん知ってるよね。来年の春から新しい事業所が稼働するって。はい。あのね、榊君は来年からそっちの事業所勤務なんだ。え、本社から榊を飛ばすんですか？違うよ。そうじゃなくて、それが彼の雇用条件だったんだ。来年新しくできる事業所に移ることが前提で榊君はこの会社に入ったんだよ。意味がわからない。本社から地方の事業所に榊を移動させる理由がどこにある？おかしいと思わなかった？榊君みたいな優秀な子がどうしてうちみたいにマイナーな会社を選んでくれたのか。確実に大手に就職できる器なのに。それは確かに。大手はね、大抵本社が都心にあるからだよ。彼の実家からじゃ通いにくい。あ事業所が建つのは榊君の地元だ。それだけの理由で彼はうちを選んでくれた。そうだ、榊は実生活に支障をきたすほどの怖がりだから、一人暮らしなんてできるような男ではない。実家から通えるという条件だけでうちを選んだってちっとも不思議ではない。でもそれにしたって、どうして隠してたんですそんなこと。だってほら、1年でいなくなるって最初から分かってると、教えることと教えないことを区別しちゃう人がいるでしょ。適当な指導じゃかわいそうじゃない、1年目の一番大切な時なのに。確かに、1年で自分の元から去っていくと分かっている新人ならば、私は熱心に指導しなかったに違いない。私はそれほど正義感が強いわけでもなければ、面倒見がいいわけでもないのだから。でも君はこれからも榊君と仕事をする機会が多いだろうから、先に教えておくよ。今更遅い。本当に遅い。
もっと榊を知る前に教えてくれていればよかったのに。せめてあの唇を知る前なら。誠司さん、コーヒー飲みます。お前来年から事業所勤務だって。はい。どうやら私は心のどこかで榊が否定することを願っていたようだ。我ながら何を考えているんだ。せっかく一人暮らし始めたのに、一年でまた実家に戻るのか。一人暮らしは一年だから耐えられるかなと、そう思って始めたんです。そうか。漠然と榊はずっとこの場所にいるのだと思っていた。このよくできた後輩がいつか自分の支えになるのだと思っていた。けど来年の今頃、榊はここにいない。自分の隣にいない。地元に戻ったらその先はずっと親元にいるつもりなのか。いえ、まさかずっと親と同居するわけにはいきませんから。できたら早くお嫁さんをもらって家庭を持ちたかったんですが、でもこの性格がバレて3人続けて振られちゃったからな。この男はいつかどこかへ行ってしまうんだな。いくら無類の怖がりだとしても、その外見と性格の良さでそう遠くない未来には気の合う女性と巡り合うのだろう。だからきっと暗い夜に怯えるお前の手を握って眠るのはもう私ではないのだろう。お前の前で安心しきって弱音を吐いてしまえるのも、前後不覚になって抱き留めてもらえるのも私ではない。無条件に榊に甘やかされるのは自分以外の誰かなんだ。帰るぞ。ちょっと待ってくださいよ。随分動揺しているんだな私は。私はずっと榊の隣にいたかったんだな。まもなく急行電車が停車いたします。アクセルの内側までお下がりください。まもなく急行電車が停車いたします。アクセルの内側までお下がりください。誠司さん、さっきからどうしたんです？気分でも悪いんですか？脳をごまかす術もないくらい近づいた榊の顔に心拍数が跳ね上がる。最初からいなくなると分かっていたらこんなことにもならなかったのに。榊、もう戻れ。ついてくるな。帰りません。今日の誠司さん変ですよ。どうしたんですか？わからないんだな。榊が傍らにいなくなると思ったら、それだけで平常心を見失う私の気持ちに榊は気づけない。当たり前だ。榊にとって私は単なる職場の人間でしかないのだから。榊、今まで黙っていて悪かったが、私の家系は代々霊媒体質だ。私の体はお前の嫌いな霊や化け物を引き寄せる。
ちょうど今降りてきたところだ。私の中に一人いる。やめてくださいよ。冗談でも怖い。冗談じゃない。本当だ。そんなに人を怖がらせて面白いんですか？さすがに立ちが悪いですよ。わかっている。こんな嘘をついて、自分は本当に立ちが悪い。それでも、今はどうしても榊から離れたかった。今私の中に入ったのは、女だ。聖司さん！どうやらお前に惚れてる。私のそばにいると、お前も危険かもしれないな。そんなに俺を返したいんですか？安心しろ。ちゃんと払ってくる。やめてください。そばにいてください。だったら、お前も来るか？払うときはいつも建設途中のビルに行く。なんです、その、建設途中って。ここからでも見えるぞ。ほら、あそこだ。資金繰りに失敗した社長が首を吊って、長く放置されたままになってる。夜になると、ガラスのないビルの窓から人影が見えるそうだ。おかげで人が寄りつかないから、都合がいい。来るか？え？無理です。だったら帰れ。帰れません。帰れるわけがないでしょ。化け物付きの私と一緒にいたいのか？しかも中にいるのはお前に惚れた女だぞ。どうして今日に限ってそんなことばかり言うんですか？本当のことしか言ってない。それなのにまだついてくるお前が悪い。嘘でしょ。霊媒体質なんて、そんなの嘘じゃない。好きだ。好きだ。安心しろ。中にいる女を払ってしまえば、もう二度とこんな風にはならない。聖一、取り殺されたくなかったらとっとと帰れ。